どうも小池です。はい、どうもトイです。皆さん、はい、やっぱり今週のジャンプ読まれましたよね。うん、一番気になったとこどこですか？デカパンク。まあですよね。うん、まあでもやっぱりね、ドラゴンは気になった人も多いと思うんですよ。デカパンク、恋してるからね、デカパンクにね。デカパンクの頭パッカン、はい、まあまあすごかったね、あれもね。でもクローバー博士、僕らの推しやったわけじゃないですか。もう推し変わっちゃってるけどね。この3人が揃ってることが実は今回かなり重要なんです。いや、今言われて気づいたけど、はい、ドラゴン、ベガパンク、クローバー出てくる話すごいな。すごいよ、渋すぎるよ。ワンピース、このつながりが知れたことはでかいな。そう、実際ベガパンクのこの頭の形、ラブリーな形してたじゃないですか。いや、愛おしい、ハートなんですよ。つまりですね、昨日のマシュー君の回でも言うてましたけども、革命を起こそうとしていたんじゃないのかと。ほう、ドラゴンはやっぱりこのダイヤ、ここにね、ハー入れてますけども、ハート、でベガパンクがハートで、クローバーはクローバー、まあ、名前だけの参戦になってます。まあ、いやいや、頭の形もクローバーやし、びっくりした。実は本名もちゃうかもしれんやん。何？お、オバラ、オバラというわけでですね、小田先生は子供の頃からね、いろんなワンピースの構想を考えられてるということを話ししとったわけなんですけども、はい、やっぱり皆さん中高生の頃って大富豪にめちゃくちゃハマるじゃないですか。まあ、うちの地域では大貧民でしたね。どっちでもいいんやけど、はい、まあ、結局ハマった時に、じゃ大富豪だから革命ってルールがあるわけなんですけど、うん、そうそう、あれ一発逆転できるやつな。そう、うん、つまり一発逆転のための要因がクローバー、ドラゴン、ベガパンク、そしてもう一人に詰まってるんじゃないのかっていうのは世間で死ぬほど言われてるんですよ。ていうか俺今その世間で死ぬほど言われてることを初めて聞いた。あ、本当ですか？トランプになってたんや。そう、すごっ。ただ冷静に考えてほしいんやけど、クローバー死んだし、ベガパンクもそろそろ死にそうやし、うん、そしてドラゴンも死ぬんです、うん、なんでよ。それを今日話していくんよ。やだよ。でもね、革命は起きるんよ。じゃあ革命誰のおかげで起きるか、うん、それが世界をひっくり返すのはルフィ、サボ、ロビン、ローの4人なんですよ、うん、という説を今日は話していこうと思います。まあまあ意外なメンバーではあるけど、まあまあちょっと聞きたいね。いや、そうなんですよ。トランプのマークがこれ表してるってね、もう小池さんも初めて聞いたって言うとったんで、はい、一応丁寧に説明しておくと、はい、ドラゴンはさっきも言ったようにダイヤのこの入れ墨が入ってることからダイヤの象徴やと。ダイヤモンドジョルとちょっと悩んだんですけどね、僕ダイヤの象徴どっちにするか。はあっちもダイヤやから。モンドは置いてかれて、だから落選しました。置いてかれた、はい、今回のモンドセレクションからは。は、はい、まあ、というわけでですねよくそんなペラ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 適当なこと言えよねというわけで、モンドセレクションダイヤモンド、モンドが置いてかれてモンドセレクションが漏れましたね何やねんそれ。いいですかね。はい、はい、また怒られますよコメントで。そう、ツッコミすぎやって。あ、そうですか、はい、怒られてましたから。ツッコミすぎてないよな、うん、で、ベガパンクはハートの形、生え際、これがまさしく表してる、うん、クローバーも、まあ、名前も頭もクローバーと、うん、あとスペードがそれば革命っていうことが言われてるわけなんですけども、これですね、3人がやっぱりね面識があったっていうのがやっぱすごいポイントで、はい、ドラゴンは革命軍の前にもある組織を作っていたんですよね。22年前、うん、自由軍っていうのを作ってたわけなんですよ。はいはいはい。その後に革命軍を作るわけなんやけども、うん、ドラゴンやっぱオハルの一件を目の当たりにして思うことがあったんでしょうね。なんや、今の世界政府ひどすぎると。ひどすぎるな。ドラゴンは社会運動家とか、うん、そういう人だと思うんですよ、もともと社会運動家。そう、だってベガパンクもドラゴンのことは戦争が好きじゃない、お前がかみたいなことも言うてたし、うんうん、ドラゴン自身も戦える軍隊を作るって言ってることから、うん、この自由軍は戦うための組織じゃなかったことが分かるんですよね。うん、そうやな。だから乙姫みたいに署名を集める団体だったかもしれない。ああ、なるほど。そう、うん、でそういう活動もありますから、この時ベガパンクは実際この葬られてしまったオハラに対して憤る気持ちというのはドラゴンと同じだったわけなんですよ。これめっちゃ重要、うん、ただ自由軍は金があらへん貧乏団体やったんですよね。まあまあ言い方あれですけど、まあ、正直そうですよね。でそう思った時にやっぱり科学には金がかかるからと、うん、この政府に所属したってことを言うとったわけなんですよ、うん、ただ世界政府に所属してるからって、まあ、政府のワンちゃんになったかって言ったらそうじゃないと。まあ、実際革命軍後に作るドラゴンと内緒で会ってるってこともそうなんですけども、オハラをわざわざこの見に行ってるっていうのも結構反逆行為に近いと思うんですよ。だって政府からしたら、もう当時も消した島ですから、うん、そんなところにわざわざ行くっていうのはおかしいし、うん、そもそも会話してでも話の分かるやつが海軍にもいるみたいなことも言うてることから、うん、世界政府側になったとはいえ海軍内、世界政府内で革命の組織じゃないですけど、うん、そういうことを作るためにある種行ってる可能性もあるんじゃないのかなと、うん、ってことも思うわけなんですよ。でクローバー、まあ、これはオハラにいた当人なわけなんですけども、はい、空白の100年を研究していて、まあ、世界政府に疑問を感じ、まあ最後の結果を五老星にね話してる時にバーン
ってやられてしまったわけなんですけども、うん、この3人、まあ、それぞれ立場は違ったもののある一定の標的というか、まあ、空白の100年とかいろんなことを解き明かそうとしていたわけじゃないですか、はい、でこの3人は一生揃うことはもうないんですよね、うん、なんでかっていうとクロワはもうすでにお亡くなりになっていて、うん、ベガパンクが政府に買収されてしまって、うん、で革命軍もなんかちょっと何やってるかよくわからない何やってるかわからないそうまあでも一応ドラゴン自身はいろいろ頑張ってるやんみたいなこともみんなあると思うん でまずドラゴンの話からしていこうと思うんですけど、うん、ルフィとドラゴンって、うんまあ、まず親子っていう超強力な関係値ありますよね、うん、今回の1066は皆さん気づきましたか何ドラゴンがルフィのお父さんであることがさらに強くなったっていう、うんうん、なんで血のつながりを感じるような描写があったんですよ、まあ、もしかしたらねなんか血がつながってないかもみたいなことも言われてたりもしますから、ね、そうドラゴンって一番最初に出たんって12巻なわけなんですよはいはいローグタウンねもう、うん、大昔最初に出てきた時もうスモーカーもビビってましたよ、はい聞いてへんな世界最悪の犯罪者ローグタウンおるんかって言うてましたから心ではだから強かったこと言ってましたけども、うん、やらいとこに遭遇してもダメだな、うん、あれ結構ビビってたあの時とドフラミンゴに殺されかけた時はマジでスモーカービビってる顔してるからあらそうですかうん、まあ、それぐらいビビっとったわけないけどその後本編出た回数って17話しかないんよね、うん、あそうでもめっちゃ強力にインパクト残ってません、うん、これどれぐらい強力なインパクトかっていうとハリーポッターシリーズ全部の中で31分しか出てないマルフォイがあんだけインパクト残ってるぐらいドラゴンもインパクト残してるんですよ比べる対象がちょっとあんまりよくわかんないんですけどドラゴンも17話しか出てないのに、うん、俺らは気になっても夜も眠られへんのよ、まあ、寝てるんやけどなんなんだねちゃんといきますね、はいはい、でですね革命軍のリーダーそしてルフィの父親っていう、まあ、2つの顔を持ってるってことはわかってるんやけど、うん、能力者なのかとか革命軍がどうやって大きくなっていっただとか、うん、今回ね創設の話はわかりましたけど、うん、クマとイワンコフと共に作ったんやでとか、うん、今まで革命軍が何をしてきたのかとか全部わからないことだらけなんですよただ革命軍を作ったこの3年後にルフィを産んどるわけなんですよね、うんうん、つまり革命軍発足した2年後ぐらいにはドラゴンは妻に当たる人物と絶対会ってるはずなんですよ、まあ、そういうことやなそうじゃあなんでその状況で子供を作ったんやろうとか、はい、だってイケイケどんどんなわけじゃないですか、うん、会社起業して3年目とかやったら、まあ、俺が言ってたなそれうんそう言ってました、はいはい、で実はこのルフィとドラゴンの関係っていうのはワンピース世界では全く知られてないと、うん、ガープがたまたまルフィに伝えて麦わらの一味とか僕ら読者は知ったわけなんやけども、うん、そもそも有名じゃないんですよドラゴンに子供がおることとか、はい、だからもう海軍でも多分一部の人しか知らんぐらいのトップシークレット情報なんですよね、うんうんまあ、それぐらいドラゴンの存在っていうのは隠されてるわけなんですよ、はいはい、でじゃあ革命軍の旗揚げから共にしていたこのイヴァンコフすら息子がいることを知らなかったんですよそうねじゃ誰やねん嫁はと、うん、でも家族の質問しても詮索はよせみたいなことも言われとったから、うん、ただクマからはさすがはあんたの息子だなドラゴンっていうことを言っていたから、うんね、クマはまた何かを知っていた可能性があるんですよ、うん、本当に謎だらけの人物なわけなんですけど、うんうんうん、ただこのクマというのがベガパンクとの関係性もあるわけじゃないですか、うん、つまりドラゴンっていうのはルフィの誕生後ほぼ顔を見ることもなく革命軍の船に乗せることなんてもちろんなくルフィと別れてることが判明してると、うん、で実際さっき小池さんも言ってたんですけど、うん、ドラゴン実はルフィの本当の息子じゃない説みたいな説もあったんですが、うん、かなり否定されてしまったんじゃないのかなと、うん、そうねで、まあ、どういうことかというと、うん、ガープはルフィとかなり近しいところがあって、うん、破天荒で食中に寝たりとか、まあ、血の濃さをまあかなり感じる性格があるわけじゃないですか、うん、対して、まあ、ドラゴンは顔がそもそもルフィと似てないとか、うん、ルフィやガープのような雰囲気、まあ、自由な感じしないですよね、うんまあ、しかしビブルカードの情報ではガープの息子として誕生ってこともしっかり書かれてるんですよね、うん、さらに今回注目したいのが22年前の段階ではモンキー・ディ・ドラゴンと書かれてたわけなんですよ。あーなるほど。これがやっぱりモンキー D 家であることをより強くしてくれたんですよね。確定、まあ、よく婿養子で来てたんじゃないのかとか言われてましたけど、うん、ルフィの誕生の3年前からモンキー D ドラゴンってことは、うん、この時点で結婚してる可能性は薄いと思うんですよね。確かにな。そうでクローバーへのこの呼び方、うん、これが実はルフィとの親子説をかなり強めたんですよ、うん、ドラゴンなんていうクローバーのことを呼んでいたか、うん、クローバーのおっさん。おールフィっぽい。ルフィも、まあ、よく言うじゃないですか何々のおっさん、うん、花のおっさんとか、うんまあ、言うわけなんですけども目についた形プラスおっさんっていうのは、うん、モンキー系遺伝子がなせる技なんですよわざというのはねちょっと変ですけど。そうでルフィが実際クローバーと会ったら変な頭のおっさんかクローバーのおっさんと呼んだことでしょう。多分ね。でそう思うとこれは小田先生が、まあ、ルフィの呼び方というのももちろん熟知してますからそれを意識してドラゴンにも言わせてるんじゃないのかと。なるほど、まあ、そういうことを思うわけなんですよね。ただルフィとのこの出世ドラゴンっていうのは、まあ、結構謎だらけなわけなんですけど、うん、小田先生はこのレッドの副音声の時にルフィの年表についても語っとったわけなんですよ、うん、はい。それがまず第一章ガープル
ルフィ機、うん、第2章シャンクス歌ルフィ機、うん、第3章シャンクスルフィ機、うん、で第4章エースサボルフィ機っていうことを言うとったわけなんやけども、うん、シャンクスや歌と出会う前、つまりガープルフィ機もルフィは誰と暮らしていたのかってことが分かってないんですよ、うん、でその後誰に頼まれて、これ1話ですね、魚屋のお使いに行ったとかも分かってないんですよ、うん、そうやな。ただドラゴンガープとしてこれ共通してるのは、親としての愛は、まあ、結構持ってるんやなっていうことは、うん、まあ、言われるじゃないですか、うん、で実際ワンピースの物語で結構親子の絆っていうのを大事にしていて、うんうん、特に父親から子供への絆ってめっちゃ大事にしてるんですよ、うん、例えばビビとコブラ、キロスとレベッカ、うん、でまあこれは母親と娘ですけど、まあ、ロビンとオルビアとか、うん、まあ、いろんな親子愛を扱ってるわけなんで、さすがにこのドラゴンが、まあ、めちゃくちゃクズなことはないと思うんですよ、うん、でガープは頂上戦争でルフィを止めることができなかったと、うん、で息子が世界一の犯罪者と呼ばれている今でもわざわざドラゴンと連絡取ってるんですよ、まあ、絶対意味あるやんと。ドラゴンもローグタウンでルフィの船出を見届けたりと、なんやかんやルフィのことを気にしてる描写もあると、うん、まあ、だから、まあ、愛はあるやろと。じゃあいろいろちょっと長く話してるんやけども、結局ルフィとドラゴンは血縁関係が、まあ、あるんじゃないのかってのがまず言えることなんよね、うん、なるほどね。でかつてドラゴンとクローバーとベガパンク、そしてもう一人誰かと起こそうとしたこの革命があるかもねみたいな話で今出てるんやけども、うん、これねミスリードやと思うんですよ。なるほど。その中心人物のクローバーを、まあ、殺したことで、うん、世界政府はその革命を阻止することに成功したと思うんですよ、うんうんうん、今となっては失敗ばかりのねこの世界政府やとは思うんですけども、うん、ちょくちょくそういうところは成功してたんじゃないのかと、うん、バスターコールも効果的に使ったんじゃないのかと。今回のこのエッグヘッド編、うん、ここではドラゴン、ベガパンク2人死ぬんじゃないのかなってこと僕思ってるんですよ、ね、2人死ぬ、そう、どういうことかと。現在サイファーポールゼロはエッグヘッドに向かってます、うん、サイファーポールゼロ皆さんどういうイメージですか。任務に失敗してる、歌のライブの音量すら消せない、ニカも覚醒させてしまうと、失態だらけじゃないですか、うん、そろそろ任務成功してもいいと思うんですよね、はい、ベガパンク抹殺してしまうんじゃないのかと、うん、実際ベガパンクは自身の死期が分かってるような予言もしてます、はい、でそうなるとドラゴンも死んでしまうんじゃないのかと。死んでしまう。でドラゴンって実際世界最悪の犯罪者言われてます。革命軍のリーダーとしてずーっともう8年前のレベリーから危険されてる、それくらいヤバい男なんです、うん、今年のレベリーが終わった後どうなったかと。ドラゴンはもちろん生きてました、はい、でもなぜかもうサボの方が人気になったよっていうような描写を書いてるんですよね。そうね、世代交代ここでもしてるよね。なんかそう、つまり新時代がやって決まってるんですよとんでもないと噛んでしまったよね。そうですね、まあここでですね、うん、サボがドラゴンの影響力を超えてるっていうことがね、はい、リーダー入れ替わる伏線なんじゃないのかと。なるほど。まあ、実際サボの性格を考えても、ドラゴンが引退するから変わってやっていうことも言うても、まあ、無理やし、うん、そもそもドラゴンがなんかそんなね疲れたから引退するわみたいな許されへんじゃないですか、うん、自分が率いてる組織やのに、うん、でワンピースの一般市民から見ても、うん、世界最悪の犯罪者と言われてるドラゴンは恐ろしいに違いないんですよ、うんうん、じゃあこれ世界政府からしてもこのドラゴンというのは今打ち倒したい人物に違いないんですよ。そりゃそうやな。そう、そういうことを思うならば、このドラゴンが戦いの中で殺されてしまうようなこともあるんじゃないのかなと、うん、ただこれドラゴンの後を継ぐのは僕サボじゃないかもしれないなってことも思ってるんですよ、うん、ここで冒頭の話につながるんですけども、ドラゴンの後を継ぐのは僕ルフィなんじゃないのかなってやっぱ思ってて、子供がそう、うん、で結局革命を起こすのはベガパンク、クローバー、ドラゴン、うん、そしてもう一人知らん誰かじゃなくて、ここでできひんかった4人が次の新時代、まさにこの今の時代にこのルフィを筆頭に起こすんじゃないのかなと、うんうんうん、でそのメンバーこそがルフィ、ロビン、ロー、サボなんじゃないのかなと、うん、まあ、そういうことを思うわけなんですよ、うん、じゃあこれどういうことかと、うん、まずロビンからいきたいんですけど、うん、今回やっぱこの大きなテーマとしてオハラの意思は死んじゃいねえっていうところがすごい大きかったわけじゃないですか、うん、オハラの意思、クローバーの意思をサウロが受け継いでると、めちゃくちゃ熱い、最高やってなったわけなんですよ。でもオハラの意思受け継いでるのってサウロだけじゃないっすよね。そう、ロビンなんですよ。ロビンがクローバーなんよロビンがクローバー、うん、おお、ロビンが花々の実の能力で幸せの四つ葉のクローバーを咲かすということです、ね、そういうことです。次スペードなんですけども、ほうほう、これねスペードの海賊団エースなんですよ。でもエースはもういないですよね、うん、ということはメナメナの実を受け継いでいるサボ。なるほどね、エースも炎も消えへん言うてたもんな、白毛さんも。ここでサボが出てくるんじゃないのかなと、うん、でハートは、まあ、めちゃくちゃ分かりやすくローやと思うんですけど、なんでかっていうと、うん、そもそも、まあ、ドン・キホーテファミリーのハートの席についていたコラソンから受け継いでるわけじゃないですか、うん、ハートの席よな。そう、うん、でさらにハートの形をしたオペオペの実を食っておりまして、おでハートの海賊団を、うん、まあ、運営していると、まあ、そういうことを考えると、うん、ローでもいいんじゃないのかなと、うんうん、でさらにあいつついでにね D やから、うん、で最後
ダイヤの入れ墨をねこの持ってるドラゴンからルフィがまあ受け継ぐというのは、まあ、やはりこの DNA 的にね絶対これ血がつながってるよみたいな描写を今出したっていうのは、うん、まず間違いないと思うんですよ、うんうん、でこのドラゴンってもともと自由軍を作ろうとしてたわけじゃないですか、うん、自由軍つまり自由を求めてる組織だったと思うんですよ。面白い。つまり太陽の神ニカというのは、まあ、自由をもたらすわけじゃないですか、うんうん、まあちょっと漢字は違いますけども、うんまあ、そういう感じで結構解放させるという目的は一緒やと思いますから、うん、世界政府から圧制されてるこの世の中を解放するためにルフィが筆頭に立って意思を引き継いでもいいわけなんですよ、うん、なんでこのルフィ、ロビン、サボ、ローで大革命が起きるんじゃないのかなと。なるほど。でこれこそが、まあ、世界政府が恐れている巨大な戦い、そういう展開になっていくこともあり得るんじゃないのかなってことを思いました。なるほど。はい。はい、というわけでじゃあ今日の放送はいかがだったでしょうか。面白かったね。トランプがねドレスウォーザーのところでも結構フィーチャーされてましたけども、それが終わってまだこう引きずってる設定っていうのはすごいね。まあね、まさになんかそこがミスリードだって、本当のトランプはここから大革命が起こるっていうのがすごい。そう、うん、だからまさしく受け継がれる意思ということでね、うんまあ、結構ありえるんじゃないのかなっていうお話でした、うん、面白かった。はい、じゃあ今日の回が良かったら、ぜひ高評価よろしくお願いします。それでは See you Bye。頭の中の果てなブロックを